首都マニラの南東に位置し、シティバンク、インテルフィリピン、マイクロソフト、ネスルなどの企業が多く集まり、高層ビル群が立ち並ぶフィリピンのビジネス首都の位置づけをされ、フィリピンのウォール街と呼ばれる新都心である。アヤラ通り周辺やアヤラセンターのあるアヤラ駅前などが街の中心地。また中心から少し離れたところにあり、 広大な敷地を持つフォートボニファシオは現在再開発中である。2007年、もともとアメリカ統治時代に開発し、高層ビルやショッピングモールが集中する付近の土地は、フィリピンを代表する裕福層のアヤラ一族の所有である。西にリトル東京、パシッグ川沿いに近年できたロックウェルがあり、ヒルプヤット通り周辺にあるベルエアや、 エドサ周辺にあるフォルブスパークなどとともに高級住宅街の一角をなす。住宅街を除くと大抵の家にプールがつき、一般的なフィリピンのイメージとは全く違う。この街に住むということは金持ちを意味する。マカティスカイライン。ありがとうございます。